モンディのベースボール GP。 皆さんこんにちは、ティモンディの前田です。なんとこのベースボール TV の登録者数が10万人を超えました。これも皆様一人一人のおかげです。ありがとうございます。現在新型コロナウイルスの影響でちょっと世の中が大変な状況になっております。最前線で戦う医療従事者の方々、そしてステイホームを守り、お家でこの動画を見てくださっている全ての方々へ感謝とエールを届けたくてちょっと配信をさせていただきました。そこでこのような状況の中でも少しでも元気をつけられるように、我々ティモンディがこんな企画を考えました。題して高岸のステイホームチャレンジ。高岸が視聴者の皆様からリクエストをお答えして、お家でできることに毎日チャレンジします。今回は初回ということもあり、僕からのリクエストで折り鶴を折ってみる、これにチャレンジしてもらいたいと思います。高岸はね、折り鶴とか折ったことがないと思うので、ちょっと頑張ってみてください。それじゃあ高岸よろしく。はい、高岸です。それでは、みんなに勇気と元気を与えれるように、今からチャレンジしていきます。やれば、できる!やれば、できる!今日は家にあったルーズリーフとハサミを使って、まずは、四角形の紙を作っていきます。完成です。折り紙自体も初のチャレンジとなるので、楽しくベストを尽くしていきます。
完成です。高岸の人生初チャレンジ、折り鶴出来上がりました。首の躍動感や羽の躍動感、そしてこの安定感を自分なりにうまく表現できたと思います。今学校がお休みになったり、ずっと自宅待機で大変なところがあるかもしれませんが、今だからこそできることをいっぱい考えて、自分の夢に向かってみんな頑張っていきましょう。みんなならやればできる。みんなならやればできる。